今回は、茅野市にある横屋渓谷の大滝ってところを目指します。で、実は大滝、展望台からしか見えないっていう風になってるんですけど、実は行けるようになってて、で、もう遊歩道はなくなってて、もう跡形もないんですけど、ちょっとそこをね、攻略できる方法を今回 Vlog でお届けできればなって思っています。はい、ちょっと長い道のりになるんで、大変なんですけど、ゆっくり行きたいと思います。ここが大滝神社なのかあって、こんな感じに神社行かないんですけど、でかい黒曜石があります。興味ある方は行ってみてください。めちゃめちゃここ階段登るんで疲れるんで行かないんですけど、はい。今横屋観音のところに車を止めて降りてきました。で、この神社、ちょっとした話なんですけど、このお札庫にあるんで、これもらって年に1回ちょっと自分もらって飾ってます。お賽銭入れて、はい。で、ここからこっち行って、で、こっちに展望台があります。で、こんな感じに展望台なってて、で、ここを目指します。こんな感じで結構ずっと下って川まで行くんで、相当下りは今はいいんですけど、帰りが相当きついんで、ちょっと余力を起こしていきたいです。まあ、とにかく今は雨が降った後なんで、水がちょっと増えてるのが心配なのと、この階段結構滑るんで気をつけていきます。ここでこっちが展望台、左側、こっちが大滝の下の方まで行けると思います。よいしょ。そうですね。なんで、ここまでは簡単なんですけど、ここから下りが続きます。下ってくるとこんな感じで苔が綺麗なところがあります。ここで撮影してもいいぐらいめちゃめちゃ綺麗。もうちょっと下れば川に到着します。よし。ここで今、川の方に、横屋渓谷の方に着きました。で、この一枚岩があるんですけど、こっちもね、めちゃめちゃ綺麗。一応見てきますか。帰り時間あれば、撮れたら撮りたいんですけど、ちょっとね、光が少なくて、ちょっと微妙。あ、でも倒木があって、倒木になっちゃったんですね。倒木になってて、これもいいですね。こんな感じ。これが、岩が、全部一つの岩でできてる、滝で、滝というか、なんというか、こんな感じ。めっちゃ綺麗。で、岩がこの茶色いのは、なんか温泉の成分で茶色くなってるらしくて、めちゃめちゃ滑るんで、はい。ちょっと川渡るんですけど、この後。
気をつけて渡ります。で、大滝までの道はこの一枚岩の部分ところからこっちの奥の方に行きます。でここからがめっちゃ危ないのでちょっとね自信ない人はやめた方がいいですね。で今日も水あるんでもしかしたら微妙かもしれない。でこんな感じにベンチがあるところでここを抜けていきます。でここをそこら辺まで移動します。はい、今ここら辺のところ渡ってきてめっちゃ滑るんで気をつけてください。であと今日水量そんなんでもなかったんで全然大丈夫でした。でここ登ってきます。でここも結構濡れてて落ち葉もあるんで滑りやすいです。なんでちょっと端っここっちの方を歩いた方がいいですね。こうね、岩が滑るんでマジでこけます。はい、こんな感じで、まあ、そこら中に滝あるんでねめちゃめちゃ鳥がいあります。まあ、1日じゃ終わらないんでね絞って場所だけ絞っていきます。でここ間抜けて感じで、もうここもやばいですね。このやばい。めっちゃ綺麗。でこっち行きます。まあこの辺からちょっとよく分かんなくなっちゃうんで、気をつけて行ってください。よいしょ。虫がすごい。よいしょ。はい、ここがめっちゃざれてるんで岩がやばいんで気をつけていきます。で多分地形変動してなきゃいいんですけど一番の難関があるんでそこがねちょっと無理やり登んなきゃいけないんでそこがなんとかなればたどり着けるはずです。この辺もやばいですよ、普通に。滝来るのが久々すぎて、なんか全部やばいみたいな、なっちゃう感じで。よいしょ。ここ、こう行きます。ここを迂回して。よいしょ。感じ、めっちゃいい感じ。光の入りがめっちゃいい。よいしょ。こんなんだったっけな。よいしょ。
よいしょって。安子の滝、めっちゃ洪水ですけど、安子の滝もやばいんですよ。あ、ここを行った上に大滝、大滝二段なんですけど、二段の滝があるんで、ちょっと帰りもあそこ撮りたいです。いい感じに光が入ってくれればいいんですけどね。で、ここに行かなきゃいけない。なんで、この、ここにある根っこがあるんですけど、ここに。そこに、捕まって登ります。ちょっと近づくとこまで。あとカメラちょっと閉まって、登ります。これ、ここ登ります。よいしょ。はい、今ここ登ってきて、でここ丸太があるんですけど、多分ここに昔は橋があったんですけど、それが折っちゃってるんで、ちょっとそこ登りました。でまたいつか来た時にロープ張り直してやっときます。でここを登れば大滝に行けて、さっき見た滝これで、これ自体でもすごいんですよ。もうこれ無名の滝なんですけど、はい、めっちゃかっこいい滝です。あともうちょいなんで頑張ります。この辺がちょっと道があやふやなんで、行けそうな道行ってます。で、あそこに赤テープあるんで、あそこちょっと目指しますか。よいしょ。したら、ここ、登ってきます。よいしょ。はい。ここやば。めっちゃ気をつけてください、ここ。はい。で、ここ、大滝の展望台。もう草で隠れちゃってるんですけど。よいしょ。着きましたね。で、この、側面、ここを歩いていくと、出られます。滝壺に出られます。で、ここも足幅、こんぐらいしかないんで。よいしょ、よいしょ。来ました。よいしょ。お、苔でめっちゃ滑る。この足場こういうところにあるんで、これ踏みながら、よいしょ、めっちゃでけえ。よし、来たー。わー、超でかい。で、こっちも滝になってるんで、折っちゃうと死んじゃうんで、あんま近寄らないように、こっち側で、岩も滑るんで、苔生えちゃってて、はい、気をつけて撮影していきます。こんな感じで、でここにでかい岩あるんですよ。めっちゃかっこいい。
こんな感じでここ苔生えてるんですけど、これ確かね、チャツミゴケっていう、確か苔で、酸性のところに、生える苔らしいです。で、横谷渓谷の、おしどり隠しの滝なんかすごいいっぱい、苔がついてて面白いですね。この今前傾に使えそうなんで、この使っていきたいと思います。で撮影をして、でもう一個下の段からそこから降りてきて、でここの岩の下を行くと大滝を下から眺められるので、大滝二段になってるんで、下の段から眺めるとまたかっこいいので、そっちを撮っていこうと思います。ちょっと今度ここを下っていきます。はい、岩の間を今降りてきて、で、こっから、この、こっちの方に行くと大滝あるんで、見えるんで、ちょっとそっちに行きます。ここもね、結構、狭いんで。よいしょ。やば。ちょっとやばそう。よいしょ、よいしょ、来た来た。よいしょ、よしよし、こんな感じ、めちゃめちゃかっこいいんですよ。この辺とかで、でここもしろ左側に場所取れれば、もっと大滝上の上段が見えるんで、もう少しかっこいいと思います。で、ここに大きな岩があって、まあ、これもアクセント。で、こっちは苔がついた岩。で、こっからも流れてきてて、うん、なんか岩とかめちゃめちゃ、なんかボコボコしてて、なんて言ったの？この地質の名前がわかんないんですけど、かっこいい、めちゃめちゃかっこいい。はい、でこれ秋も多分相当いいと思うんですよね。まあ緑が結構綺麗で生えてて、はい、全体的にかっこいいんですけど、こっち側の方にも、まあ、多少は入れる余力があるというか、こっちから構図が取れそうなので、ちょっと入って撮ってみて、まあ、もう少し寄ってみて撮るのと何パターンか試してみたいと思います。ということで、今撮影を終えて、もう結構もう夕方もう6時になっちゃって、ちょっと急いで帰んないと暗くなっちゃうんで帰ります。で、
来た道をまた戻るので、まあ、他のとこはもう撮影しないで、さっきのえぐい登りのところを、そうですね、登ったところ、根っこを登ったところを降りていきます。はい、ちょっと名残惜しいですけど、もうちょっと大滝のところでもう全部使い切っちゃったんで、はい、行きたいと思います。はい、ここですね。これだけちょっと気をつけて降りて、帰りたいと思います。はい、今日は、大滝の方の直接滝壺まで行けるルートを紹介しました。とても危険な場所が多いので、本当に体力に自信ある方だけ、あと自己責任で行ける方のみちょっと行くようにしてみてください。それではまた。